もうこれ森谷ドラムスクールの先生ならもう答えれて当然13回全然違います。正解。やばい。でも匠先生にちょっと最後のチャンスをちょっと与えようかなと思います。じゃあ僕の8ビートをじゃあちょっと当ててもらおうか。真奈先生の叩く8ビートと僕が叩く8ビートを、なるほどなるほど、当ててもらおう。わかりました。3問ぐらいやろうか。3問8ビート、うん、パラディドル。うわー、それ分かりそう。もう分かる。オスドラのシルでいきましょうか。ほい、はい、それでは、はい、やっていきますね。お願いします。A の8ビート。B の8ビート。先生の8ビートはどっちでしょう。はい、B です。違います。嘘。たくみくんも全然赤い。全然ダメかもしれない。これ第2問。はい、 A のパラディドル。パラディドル。はい、お、うん、森谷先生のパラディドルはどっちでしょう。これはね、自信あります。はい、 B。 おー、おー、正解。正解です。最終問題。はい、キキキックキキキック。A のキック B のキック。森谷先生のキックはどっちでしょう。B。 おー、 おー、正解。3問中2問。8ビート外したん悔しい。悔しい結果でした。まあ2問正解してくれたから許してあげよう。めちゃくちゃむずい。むずいやろな。キックはなんか音っていうよりあの背中に感じる圧でよかった。そうか、真裏におるからな。8ビート、パラディドル、お願いします。キックで別でいきます。はい、これでももう2問以上ね、真鍋先生が正解したらもう真鍋先生がこのまま勝ち進んでしまう。確かに頑張ります。では A の8ビート。B の8ビート。A。 違います。やば、エンタリート難しい。森谷先生は悲しいです。続いて第2問。キキパラディドル。 A のパラディドル。
のパラディドル。あと1問キキキックいきます。はい、 A のキック。B のキック。完全に聞き分けられるんで、はい、もうすごい自信、はい、僕はもうね、2人を雇ってるね先生として。そうですね、もう分かって当然もう手に取るように分かりますね。これ怖いな、ものすごく。じゃあ A の8ビート。B の8ビート。全然わかんないな。A がたくみくんで B がまなえさん。残念。残念。次の問題ください。はい、 A のパラディドル。B のパラディドル。A がたくみくんで B がまなえさん。おお、さすが森谷ドラムスクールね、校長ならもう分かって当然。惜しい、はい、キックをいきましょう。 A のキック。背中への音圧がもうすごい。B のキック。これは分かったかな。はい、ではどうぞ。はい、A がたくみくんで B がまなえさん。嬉しい。ガシャー、全然あかん。まあ、いろいろちょっとね、やっていきましたけども、はい、まあ、今後もね、ちょっとこう森谷ドラムスクールの、先生お二人も今後もこの YouTube に、出ていただけたらなと思っておりますし、こんなしょうもない動画だけじゃなくレッスン動画もね、出していけたらなと思っておりますので、今後とも森谷ドラムスクールをよろしくお願いします。お願いします。さよなら。分からんな、全然。全然分からない、ね。全然分からへんわ。しかもそのわざとなんかされたりして。もうされたら分からんな。